気象学、気象学、気象学は地球の大気で起こる諸現象、気象や個々の流体現象を研究する学問。自然科学あるいは地球科学の一分野。気象長期的な傾向からあるいは地理学的観点から研究する気候学は気象学の一分野とされる場合もあるが並列する学問とされる場合もある。現代では気象学と気候学をまとめて 大気科学と呼ぶこともある。なお、天気予報、気象予報は将来の大気の状態の予測という実用に特化した分野である。気象は生活との関わりが深い現象であり、気象の研究は古代文明より行われてきた。よく知られているものとして、古代インドにある書籍や古代ギリシャのアリストテレスの著書、ミティラレジュカがあり、この中で気象や水星、 流星などを研究する学問をミティラロジカとしており、四大元素説に基づいて天候の仕組みを論じている。一方、古代中国においても、ワイナンコにおいて音陽説に基づく雷の原理が論じられている。しかし、この頃の気象の予測の根拠は経験則などをもとにした、た観点望起であり、科学的な観測はまだ、ほとんど行われなかった。 科学的な観測が始まったのは近代科学が発達し始めた近世ヨーロッパである。17世紀にはトリチェリが製作した気圧計によって気圧変化と天候の変化の関連性が発見され、ガリレオ・ガリレイが発明したとされる温度計もこの頃改良され実用化した。このような測定器の発明によって科学的な気象観測が始まり、近代気象学も発達し始める。 エドモンド・ハレーは1686年公開記録から風の地図を作成して貿易風と季節風に当たる風を発見した。和1735年に貿易風は熱帯が太陽の熱を多く受けることと地球の時点の力によって生じるの説を発表し、これが後のハドレー循環の発見につながる。19世紀には科学的な天気予報が成立する。 1820年には初めて天気図を作り気圧、配置と天気の関係を明らかにした。1837年に実用化された電信によって気象観測データを瞬時に集めることが技術的に可能になる。ただこれはなかなか実現せず、1845年に初めてジョセフ・ヘンリーの主導でスミソニアン協会が運営するアメリカの気象観測網ができ。 1854年にはイギリス商務省の中にロバート・フィッツロイを長とする海の気象観測を担当する組織が発足し、同年にイギリス気象庁として分立される世界初の国家気象機関。1860年にはタイムズ紙面上に毎日の天気予報が掲載され、暴風が予想される時は港に警報を出して出航を制限するようになった。 1863年には、ユルバン・ルベリエが、パリ天問題において、ヨーロッパの毎日の天気図の発行をはじめ、彼の進言によって、天気図を用いた、天気予報、現在でいう相関スケールの予報が検討され始め、その後インド気象局、1875年、フィンランド気象研究所、1881年、気象庁、1883年、 アメリカ国立気象局1890年、オーストラリア気象局1904年など各国で気象機関が設立される。この頃にも気象学は発展を続けてゆく。1835年がスパールイコール、ギュスターブ・コリオリは回転座標系における回転体の運動方程式、つまり自転している地球上での風の運動を記述する方程式を発表する。 19世紀後半には、気圧経度力とコリオリの力によって、風が等圧線に沿って吹くことが、理論的に証明される。1920年頃には、ビルヘルム・ビアークネスラの研究グループによって、ノルウェー派モデルが提唱され、艦隊前線と絡めた、気団論、温帯低気圧や、前線の発達過程が初めて示された。また同研究グループのロスビーは後に、 大気波の一種であるロスビー波を発見するなど、流体力学で号を残し、トールベルシェロンは1933年に雨の発生原理の一つである表彰説、現在の冷たい雨の原理を発表するなどしている。この頃、地上や海上で行われていた気象観測が上空にも拡大し始める。気球やロケットなどで上空の大気現象を観測し、 研究する高層気象学は構想観測が主流でなかった20世紀初頭までは独立し分野を確立していた。しかし一般化してからはその意義を失い一般的な気象学と融合していった。1922年、ルイス・フライ・リチャードソンは著者の中で数学的に天候の変化をすることは可能だと述べ、 実際に計算を行ったが膨大な量と精度の問題から実用にはほど遠いものであった。1949年にチャーニーは数値予報に初めて成功し、1950年代にはコンピュータによって単純なモデルで大気の物理現象を計算することが可能となり、様々なシミュレーションが試みられるように言った。その中でエドワード・ローレンツは計算結果のカオス的振る舞い。 バタフライ効果を発見し、後のアンサンブル予報と呼ばれる不確実性を少なくする予報手法へと繋がっていく。1955年にアメリカ国立気象局、1959年に気象庁が数値予報を導入したが、スピードや精度はまだ低かった。これ以降もコンピュータの発達によって、計算量、スピードは改善していった。 日本には自然観察に基づく経験則によって生み出された脳事劇などは存在したが体系的な気象学が入ってくるのは江戸時代後期以後である。とはいえ全くそれ以前に気象学がなかったわけではなく西洋の気象学は部分的ながら戦国時代に宣教師を通じて流入していた。山が祖皇は風が地表を移動する空気の流れであることには気づいていた。 これは西洋で気象学が盛んになる前の発見であったが、彼の関心は軍学の一環としてのものであり、独自の学問としては発達しなかった。弾学の流入にごわずかながら気象の動きに抱く人も出てきて、柳沢新広氏や芝交換のように気象の状況について詳細な記録を残す人も登場した。ドイリーが自ら顕微鏡で観察した雪についての研究所である、 雪数説はよく知られている。天保年間因護江戸幕府天文方で気象観測が行われるようになり、安政4年には伊藤新造によって本格的な気象書の翻訳である愚風神話が刊行された。なお、ミティララジーを気象学と訳した最初の文献は明治6年の英和寺位である。2年後、東京気象台が設置され、 明治17年には天気予報が開始、明治20年には中央気象台が発足されるとともに気象台、速攻諸条例が制定され、日本の気象学が本格的に勃行することになる。ヨーロッパ、アメリカなどの先進国の気象学と日本の気象学は異なる発達過程を経てきている。これは地理的に離れていることで学者の交流が少ないことに加えて台風や 梅雨、日本海側の大雪などの独特の気象によって、研究対象が違ったことが要因である。現代気象学の基礎は地道な観測によって作られた。19世紀中盤に景気による定点気象観測が始まって、以来、1世紀以上の魔音の手による観測が続けられていたが、20世紀後半に自動観測、テレメータによる測定が普及して観測が容易になった。 海洋では気象観測船が海洋気象部位にとって変わり、上空ではまず気象レーダー、その後1970年代、1980年代から気象衛星によって雲や降水のリアルタイム観測が可能となり、現在の気象予報に不可欠なものとして活用されている。こうした観測技術の発達による基地の現象の解明や新たな発見によって気象学は 現在も発達し続けており、様々な分野が生まれてきている。特に、熱帯低気圧や、竜巻、寒波、熱波、干ばつなどの災害をもたらすような気象や、エルニーニョ、南方振動、塩素などの気候パターンに対しては、関心が高く、活発な研究が行われている。また、オゾンホール、大気汚染や、気候変動、地球温暖化などの地球環境問題も気象学に、 関係が深く多くの気象学者が研究に携わっている。一方で気象を扱う業務、気象業務のうち天気予報などは日常の一部となっていて研究機関のみが扱うのではなく民間でも行うことができ、アメリカ、日本など各国でその形態は異なるものの気象産業と呼ばれるものが出現している。また開発途上で今後の普及が予想される。 スマートグリッドや再生可能エネルギー導入、省エネルギーにして発電量予測や需要予測などに関わる気象予報のニーズは高いと見込まれている。気象学の研究の中では人工降雨などの気象制御の試みも行われてきた。究極的には気象を制御して災害を低減することが考えられるが、技術的な問題から大規模な実用化はされていない。 また、倫理的な問題や、果たして複雑な気象システムを制御できるのかという問題も横たわっている。気象に関わる人物は、気象を研究する気象学者と気象予報の業務に携わる者の,の2種に大きく分けられる。気象学者は主に大学や大学院などの地球科学関連の領域で研究を行っているほか、 国など公的な気象機関で研究を行う例もある。参考として、日本気象学会の会員は2012年3月末時点で約3700名である。予報業務に関しては、日本では1993年に創設された国家資格である気象予報士が行うのが一般的であり、予報業務を行う民間事業者は必ず気象予報士を置くことが、 気象業務法で義務付けられている。また、テレビ放送などでは、お天気キャスターと呼ばれるリポーターが天気を伝えることがある。気象現象は、空間的な規模、スケールによって、現象を支配する物理法則や環境が、少しずつ異なっている。また、それぞれの現象のスケールの代償は、継続時間の長短とも対応している。こうしたことから、気象学も、 スケールごとに分化している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。